旧駅舎天竜川駅は、静岡県浜松市東区天竜川町にある、東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA33。運行形態の詳細は、東海道線を参照。実業家の金原明義は、鉄道局に木材の輸送を行うため東海道線に停車場の設置を申請した。1892年9月20日に天竜川。 貨物取扱所が設置され、金原は天竜運輸を創立した。貨物取扱量は増加し順調だった。やがて1898年7月になり、天竜川駅が設置され、旅客輸送も行われるようになった。ホーム島式ホーム2面4線を有する地上駅。現在は、京上駅舎で、南北自由通路が設けられているが、以前は、南口がなく、駅舎は、 港内北側にあり、ホームとは、湖泉橋でつながっていた。このため、駅南方面からのアクセスは、駅舎西側の歩道橋を渡る必要があった。なお、2.3番線が本線で、1.4番線が副本線となっているが、2015年3月改正ダイヤでの定期旅客列車は2.3番線のみを使用している。東海交通事業の職員が業務を担当する。 業務委託駅で浜松駅が当駅を管理している JR 全線切符売り場があるかつては駅東側の天竜川西岸へ日本通運の専用鉄道が伸びていた晩年は石油輸送に使用されていたが1993年に廃止されたまた1970年頃まで駅西側のヤマハ天竜工場へ続く専用線上り本線と 並行した、駅東側の鈴代専用線、下り本線と、並行して天竜川河川敷に至る日本通の専用線から分岐する、相談日課の専用線も存在した。長らく相談日課専用線の後である築堤が残されていたが、一部の築堤が崩されて、平地となっている。静岡県東京年間によると、近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。 駅周辺は浜松市東区の中心地である。駅所在地の地名である天竜川町は、この地域が浜松市に合併した際に、天竜川駅にちなんで命名されたものである。町域は全く河川としての天竜川には接しておらず、この駅から見て1 5トルほどの距離がある。天竜川駅バス停は、浜松アリーナ発着臨時便が運行されていたが、 前述の駅舎工事のためバス停そのものがなくなった。過去にはコミュニティバス東区が4モール浜松市山で運行されていた。最寄りの路線バス停留所は徒歩数分のところにある八重中の町岩田線京和バス停。いずれも運行は遠州鉄道。ありがとうございます。